語僕やります。はい、どうぞ。現代文の鬼らしい、うん、当時のセンター試験国語満点の森山さんです。そうでしょ、本当本当。現代文、いや全部全部全部200点。あ、そんなやついるんだ。そう、天才。はい、ということで試験前日になりました。僕の担当は国語ですね。なんで現代文と古文と漢文、現代文はね漢でできるということで、古文と漢文を勉強しようっていうふうに思ってたんですけど、まあ前日の今ね、未だにノーメンでございますということで、試験まで残された時間が12時間となりましたので、短期で覚えていかなきゃいけないと。なので僕が受験期にやってたね勉強法を使って古文と漢文を覚えていこうと思います。その名も生徒と教師一人二役。これはですね、大変簡単な勉強法です。もう名前にもある通り、教師と生徒両方自分で演じるんですね。ということで早速やっていこうと思います。あー、森山くん、古文で言う怠るっていう言葉の意味ってわかる？いや、怠るってまあ怠けるみたいな、そういう意味なんじゃないですか。あー、惜しいね。もちろんね、古文でも怠るには怠けるっていう意味もあるんですけれども、設問で聞かれるのはそっちの方じゃないんだよね。よく設問で聞かれるのは病気が良くなる、こういった意味の方なんですよね。はぁ、病気が良くなる、怠ると全然関係なくないですか。あー、甘いね。昔の人の思想では病原菌の正体はもののけだと考えられていたんだよ。もののけが取り付くことによってその人は病気になると。なのでそのもののけが怠ることによって病気が治るという風に使われていたんだよね。面白いでしょう。まあ、じゃあ次行こうか。まだ見ないでください。はいはいはい、はい、表紙よく読んでね。注意事項、不正行為を行った場合は坊主です。坊主か。はいはいはい、試験終了後問題冊子を持ち帰りなさい。持ち帰りなさい。それでは試験開始。不正行為か。不正行為だよお前。今タクじゃない。あれ、こいつよ。終わったー。国語ですね。はい、国語、はい、147点。おお、すごいすごいすごい、すごい、ね、よくやったよくやった。おお、すごくてですね、現代文1ミス、おっ、すげえ、すげえ、92点。おお、古文が24、半分ぐらい、漢文、うん、31、半分ぐらい。あー、まあ予想通り。あ、まあまあ予想通りだ。結構取れたのがいいね。結構取れた、すごいな。